にちは、山奥ゆり子です。ちょっと気になる話題をお届けするゆりとぴ。実際にスポーツをしていなくてもスポーツ観戦は好きという方、たくさんいらっしゃると思います。私もその一人で画面を見ながら応援したりするのですが、これも会場に行かなくても試合を見ることができるようになったからこそなんですよね。今回はスポーツ中継が始まった日に注目します。日本で初めてスポーツ中継が始まった日は1927年8月13日、第13回全国中等学校優勝野球大会、現在の全国高等学校野球選手権が日本初のスポーツ中継として行われたそうです。ラジオの中継で当時の実況は自ら野球選手としてこの大会に出場経験のある現在の NHK 大阪放送局に入って間もないアナウンサーだった魚谷アナウンサーという方でした。彼はなんとこの大会決勝まで全21試合を全て一人で中継されたそうなんです。体力はあってもさすがに声の状態っていうのは本当に大変だったと思います。当時ラジオ放送は逓信省による放送台本の検閲などが義務とされていたそうなんですが、さすがにスポーツ実況は生の状況をお伝えするのでそれができません。そこで逓信局の人が実況に同席して一言一言をチェック、もし不適切な発言があれば電波遮断機で放送を中断するという条件で中継されたそうです。遮断機の出番は実際なかったようですが、アナウンサーの方はかなりのプレッシャーだったでしょうね。このような一歩があったから今画面に向かって実際に現場にいるように観戦できるんだなと思うと、これからよりありがたくスポーツ観戦しようと思います。ゆりとぴ。甲子園球場、今もプレーする人、観戦する人にとって憧れの、また愛される場所です。実際行ってグッズなどお土産を買われる方もいらっしゃると思うんですが、こんなお土産もいいかもしれません。甲子園カレーです。昔から甲子園球場にある球場飯といえばカレー。ご自宅で中継を見ながらカレーを食べて応援もいいと思いますよ。自分なりの楽しみ方見つけてみてください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。ちょっと気になる話題をお届けするゆりとぴ。次回もお楽しみに。